こんにちは。こんにちは。ガラス産業連合会トップインタビューに石塚会長にお越しいただきました。私本日インタビューを務めさせていただきます環境広報部会の神戸と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずはじめに石塚会長のプロフィールをお伺いしたいと思います。前回のインタビューの時にもいろいろお話をお伺いさせていただきましたけれども、改めまして自己紹介をお願いいたします。また前回は社長にご就任されたばかりのタイミングでお話をお伺いしましたけれども、その後ご苦労された点ですとか創意工夫をされた出来事などありましたら、そちらの方もご紹介をお願いいたします。はい。2013年、今から6年前にですね、その時は、ガラス民協会の会長、それからジックの副会長と、そういう立場でですねインタビューをいただきました。それで今回が2回目ということになります。石塚ガラスはですね、創業が1819年、文政2年ということでございまして、今年創業200年目という大きな節目をですね迎えました。創業者はですね石塚岩三郎と言いまして、創業から数えて私が6代目ということになります。前回のインタビューの時にもですね、お話をしましたが、ガラス屋さんの子供でしたので、父親がですね、食卓に出されたビール瓶だとかですね、お酒の瓶の底を見て、ここにもビール瓶があるんですけど、こう底を見てですね、どこの会社の瓶かというのが分かるので、どこの会社の瓶かというのをですね、確認している、そんな姿を見ながら育ったということでございます。今はですね、全く同じことをですね私自身がしているということと、あと私の家内にもですね、調味料だとか、そう買うときにはですね、最近ちょっと調味料とか瓶入りのものが、少なくなってちょっと寂しい感じがしますけれども、買うときにはですね、必ず瓶の底を見て、確認して、うちの瓶かどうかを見て買うように、行ったりも、してます。たまに休みの日とかですね、2人でスーパーとかに、買い物に行ったりしますけども、そういう時はですね、2人で棚にある瓶商品の瓶入りの商品のものをですね、取っては裏を見、取っては裏を見ということをですね、ちょっとお店の人からすると、不審者じゃないかみたいなですね、そんなことをやったりしてます。ちょっとプライベートな話はこれぐらいにしておきましてですね、前回の時は、おっしゃったように社長に就任したと同時にですね、日本ガラス瓶協会の会長、それから、ガラス瓶 3R 促進協議会の会長、で、ジックの副会長、そういった役職に就任もしましたので、公職というものと、社長という、仕事ということでですね、大変目まぐるしい日々をですね、送っていたように記憶をしております。それから6年が経つわけですけれども、社長になって初めて策定をした中期計画、これは2016年から2018年の3カ年を対象にしておりますけれども、その中期計画、昨年度がちょうど3年目の最終年度ということでしたけれども、その中期計画の目標としてきたことにつきましてはですね、数値目標もそうですし、あと数値以外のですね、定性的な目標ともにですね、達成ができたかなというふうに思っております。今年度から新しい中期計画がスタートしていますので、その達成に向けてですね、頑張っていきたいなというふうに思っています。
あとこの6年間でですね、会社にとって大きかったことといいますとですね、はい、なるみ製糖という会社をですね、うん、買収をしたということかなというふうに思います、はい、この養殖機のですね、なるみというブランドをご存知ですか、ね、はい、存じております。ご存知の方も多いかなというふうに思いますけれども、はい、そのなるみ製糖をですね、2015年に、石塚ガラスの 100% の子会社にしたということがですね、会社にとって、この6年の中では一番大きな出来事といいますか、かなというふうに思います。陶磁器、なるみは陶磁器なので、ガラスとはですね、はい、直接関係ありませんけれども、はい、共に窯業ということ、それからガラスの食器も扱ってますので、そういう意味では同じ、テーブルウェアであるということ、うん、それから、地元の会社、お互いに、愛知県の中、はい、地元の会社と、そういった関連性がある中でですね、徐々に、シナジー効果を、発揮し始めているというところで、ございます。先ほど申し上げましたように、当社は今年創業200年を迎えました。その200年を機にですね、新しい、新たな企業理念をですね、制定をいたしました。その、新しい企業理念にはですね、先代、それから、諸先輩の方々が、脈々とこう築いてきた、石塚ガラスのですね、伝統といいますか、誠実というですね、DNA ですかね、それから、失敗を、恐れることなく、何事にも、常に挑戦をしてほしい、挑戦を続けてほしい。でその挑戦によって、会社もそうですし、働いている社員もですね、人として共に成長を目指していこうという、そういう思いを込めてですね、今回新しい企業理念を制定をしました。石塚ガラスは、ガラスで始まった会社ですので、ガラスの可能性をですね、引き続き追求していきながら、容器の事業をですね、基盤として容器以外の事業にもこれから積極的にチャレンジをしていきたいなというふうに考えております。はい、ありがとうございます。12月の2日から1月の10日まで、こちらですね、日本のワイン、日本産のワインですね、日本ワインをテーマに、瓶娘ギャラリーラウンジというのをですね、新宿中村屋さん、ちょっとタイアップをしまして展開をしてまいります。